そう必ず部は中華人民共和国の政治家、中国共産党の創立メンバーの一人、中華人民共和国副主席として在職中、文化大革命によって、劉少期が中華人民共和国主席を解任されたため、1968年以降、国家主席制が廃止される1975年まで国家副主席、国家主席代理として、 国家主席の職務を代行した。湖北正キ安県に生まれる。1911年に中国同盟会に加入し、侵害革命に参加。その後二度にわたり、日本に留学し、日本大学法科にて学ぶ。1921年に武漢地区代表として、中国共産党第一回党大会に参加する。1949年の中華人民。 共和国成立後は、政務院副総理、最高人民法院委員長、国家副主席、国家主席代理、中国共産党中央観察委員会主任、党中央政治局常務委員などを歴任した。第1回党大会の出席メンバーで、戦後中華人民共和国の幹部として、生涯を全うしたのは、毛沢東と党の2名のみとされている。年に、 視線が1986年に生誕100周年の記念切手が出されている。ありがとうございます。